けました。あ、ほらすごい綺麗。ナミです。ヤリカのエモです。今日はシフォンケーキの作り方をご紹介していきたいと思います。それでは材料の紹介です。17センチの型で作っていきます。薄力粉が 70g、 卵黄4個、卵白4個分、グラニュー糖 60g、 牛乳 40cc、 サラダ油 30g 使っていきます。卵を分けていきます。卵白の方にあのボウルの中に例えばちょっと油が残ってたとか、はい、あの水がついてたとかそういう風なボウルは絶対に使わないでください、はい、綺麗な状態で乾いたものを使用してください、はい、で卵黄がね入らないように気をつけてくださいね、はい、卵黄が入ったらやり直しっていう、卵黄が入ったらやり直しなんで、はい、ちょっと集中しますね、はい、集中してくださいあのやりやすいやり方で綺麗に卵黄と卵白分けてあげてください。はい、今日こんな感じ、じゃん、はい、卵白は、後ほどメレンゲ立てていきますので、はい、常温で放置するのではなくて、はい、これは冷やしておきます、はい、で冷蔵庫でもいいんですけど、まあ、冷凍庫でキンキンに冷やしておいた方が、泡立ちやすくってきめの細かい綺麗なメレンゲが作れますので10分15分程度だったら、はい、あの冷凍庫で表面がなんかまあ薄く凍ってるな氷張ってるなぐらいまでは全然固めちゃう、冷やしちゃっていいんじゃないかなと思いますその間にこちら卵黄からまず泡立てていきます。グラニュー糖を加えたら手早くすぐ混ぜてください。しっかり混ぜてあげてくださいね。はい、はい、泡立て器にもかからないぐらいトロ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 じゃない、なんかサラサラってしてるんですけど、ちょっともったりするぐらいまで今日は混ぜていきます。あんなにサラサラだった生地がもったりしてきたの分かります？ご覧ください。ちょっと傘も増してるの分かりますかね。空気含むと 傘が増してくるんですけど、ツヤが出て羽にかかってとろみがついてるぐらいで大丈夫かなって、うん、思います。はい、ここにサラダ油をね加えていきますよ。サラダ油を加えたらしっかりここで乳化させてあげてください。乳化不足の生地とあのメレンゲを合わせちゃうと膨らまなかったりとかメレンゲの泡を潰しちゃう原因になるので、ここでしっかり乳化させてあげるのがポイントですね。はい、と乳化できたので綺麗にね混ざったので牛乳をね加えていきますよ。まあ、分けなくても大丈夫だと思いますけど、ちょっと、ね、慎重にいきましょうかね。2回ぐらいに分けて、もう私の腕のパワーはゼロですが、はい、じゃあここで牛乳と油が混ざったところで次は薄力粉をふるい入れていきます。で薄力粉も必ずふるい入れてください。ふるい入れないとダマが残ってしまうので必ずね、トン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 であのベーキングパウダーを使うレシピもあるんですけれども、はい、まあ、ベーキングパウダー入れたい場合はここで一緒にふるい入れてください、はい、シフォンケーキはメレンゲの力で十分膨らむケーキなので、はい、ベーキングパウダーなくても大丈夫です。なるほど、作れます。で薄力粉をふるい入れたらここでしっかりとホイッパーで混ぜてあげてください。ぐるぐるぐるって手早く、はい、あえてしっかり混ぜてグルテンを出してあげることによって、はい、ケーキが膨らんだ時に支えてくれる役割をしてくれます。なるほど、はい、なのでここでしっかりと混ぜてあげるのがポイントですね、はい、混ぜ終わりの目安なんですけど、垂らしたところにちょっと山ができるの分かりますかね、はい、これぐらいになったら卵白に行きます、はい、周りが凍ってるの分かりますか？この状態でスタートして全然大丈夫です。全卵泡立てる時もそうなんですけど、ボールを軽く傾けていただいて、はい、ハンドミキサーの羽全体に卵がね絡むように混ぜてあげると泡立ちやすいです。目安としてはこのぐらい、ビールの泡ぐらいです、はい、でお砂糖なしでも、まあ、もちろん泡立ってくれるんですけど卵白だけだと、うん、泡が安定しないので時間とともにどん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 しぼんでったりとか、あと分離が始まってっちゃったりとかします、うんうん、でその泡を安定させるためにこの子は入れていきます、はい、これをじゃあ一度に加えるんじゃなくて、はい、3回に分けて加えます。3回でこれも一度に加えて混ぜてしまうと、はい、お砂糖水分含
包んでますので、はい、泡立ちが、ね、悪くなっちゃうので、うんうんうん、ある程度泡立ててから安定させる、泡立ててから安定させるっていうのを繰り返すことによって綺麗な、うん、あのきめの細かいメレンゲが作れるかなと思います、うんはい、だらーん。こう1回目お砂糖を加えた後は全然つも立ってなくて大丈夫です。大きい泡なくなってきて全体が細かい泡に変わってきたなぐらい、このぐらいです、はい。でもまだ羽には引っかからないです。とろみがあります、うんうんうん、それぐらいで2回目を投入していきます。はい、でここは高速で混ぜてってください。はい、高速で混ぜてます。はい、2回目の卵白加えたらちょっとある程度ね混ぜてて羽の跡が残るかなぐらいで、まあ、ちょっととろみがついてきましたね、うんうんうん、まあ、角は立たないぐらいで全然大丈夫です。はい、はい、では最後のお砂糖入れていきますよ。じゃ最後ねしっかり角が立つまで泡立てていきます。はい、あすごい綺麗な、はい、じゃあ一回様子見ましょうか。やりすぎ注意なので、はい、で、メレンゲの角具合を確かめるときなんですけど、はい、手動で一回ぐるぐるちょっと混ぜていただいて、はい、ゆっくりと羽を持ち上げます、はい、ピョンってなって分かりますかこれだとまだ甘いかなっていう感じです。いい感じですね、うん、だいぶモコモコしてきました。ここでゆっくり持ち上げる。あ、ほらこれが見極めですね、はいはい、でここまでいったらあよし終わりじゃなくて、はい、よく見るとキメがまだ粗いんですよ。大きい泡小さい泡いっぱいあるんで、はいはい、このキメを整えていきます、はい、で今まで高速で混ぜてたのをハンドミキサー低速、はい、一番低い速度にしていただいて、はい、まあ、1分ぐらい混ぜてください。すごい綺麗、全体にツヤがあってキメの細かいメレンゲができたんじゃないですか。素晴らしい、ツヤツヤ綺麗。メレンゲが立ったら先ほどの卵黄生地に3分の1メレンゲを加えていきます。はい、はい、こんな感じです。ぐるぐるぐる混ぜます。犠牲の卵白、犠牲のメレンゲって呼ばれているんですけれども、この子に犠牲になってもらうことによって、はい、後から加えていくメレンゲが馴染みやすくなります生地に、はいはい、なのでここでしっかりと混ぜてあげてください。で残りのメレンゲを半分ずつ加えていって、そこからすくうように混ぜていきます、はい、でこれは混ぜすぎ注意です。混ぜすぎ注意です。でも混ぜなさすぎも注意です。いつも言ってること一緒なんですけどで2回目のメレンゲを加えたらこのぐらいちょっとマーブル状になってるの分かりますかね。筋が残っている段階で、はいはい、3回目最後のメレンゲ加えてあげます。真ん中から切るようにっていう混ぜ方じゃなくってこうそこからすくうように、はい、こうねメレンゲに優しくねこの時にメレンゲの塊が残っているとそのまま焼くとメレンゲの塊が残ったところだけ大きな気泡ができて、はい、切った時に断面が大きい気泡があるこのシフォンケーキガーンってなっちゃうのであのメレンゲの大きな泡、はい、塊は潰してあげてください。ちょっとメレンゲ固まってるところがあるよっていうところをゴムベラでねポポ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 ポってほらこんな感じですごいふか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 なツヤのある綺麗な生地になりました。型に流し入れていきますよ。少しずつ入れちゃうと、はい、空気が間から入ってっちゃってそれも大きな気泡を作る原因になります、はい、なので一気にドバッと入れます。はい、はい、入れますあー綺麗、あーすごい綺麗、あ気持ちいいじゃん、はい、こんな感じで生地が入りました、はい、で、ボウルに残ってるんですけどこの生地を入れちゃうとちょっとそこだけ膨らまなかったってことになりかねないので入れていただかない方が安心安全かなと思います。はい、はい、で生地を全部流し入れていただいたら、まあ、軽く揺すってください。軽く揺すって生地を平らに流してあげてくださいね。こうやって、はい、で 1,2 回トントンって軽く叩いてあげたら、はい、あ私ここクッキングシート輪ゴムで留めてたんでこれを外すの忘れないように一緒に焼かないように一緒に焼かないように外していただいて、はい、今日は180度に予熱したオーブンで35分焼いていきます、はいはい、すごい綺麗に焼けました。
い、それではまた次回お会いしましょう。はい、バイバーイ。いきますよ、せーの。あ、でも元気いっぱい、わきれいきれい、よかった。